メンタル×ウォークアウト。このチャンネルのこのコーナーでは、ウォークアウトをすることによって理想のボディを得たら自信は出てくるのかっていう実験を、自分の体を使って犠牲にして実験してる動画です。ジムの3ヶ月プランの中で1週間ごとにメンタルの変化をドキュメントしています。今日ジム9回目今行ってきました。今日はお尻と腹筋、腹筋多分いい感じだと思います。後で写真載せます。やっぱきつければきついほどきついけど、やってる感、充実感があるから、終わった後のやっぱ達成感、今日やった自分頑張ったっていう感覚感じるのが全然違います。ジムも残すところあと3回になりました。3回ベストを尽くしてできるところまで、一番最初の日に行ってた、自分で一人でお家でやってたら中途半端な気がするから1回とことんやってみたいっていうのを、この3回でも本当にやりきれるようにしたいと思います。きつすぎてしまうと筋肉痛が残って、その翌日翌々日で動けなくなるので、ちょっと効率が悪くなっちゃうんですけど、もうある程度の疲労感っていうのはやっぱり必要だと思います。でさっきみたいに頑張った感っていうのを自分で感じれたら、自然に背筋が伸びるし、なんかやっぱ気持ちいいから、体の中から出てくるこのエネルギーっていうので、顔が明るくなったり、体内年齢も上がってくるとか、なんだろう、内側から溢れる若さみたいな、若さ元気みたいなのが、やっぱり時間だけのために動いてるとか、あとはやっぱり全然感覚、自分の中で感じる感覚、エネルギーの強さっていうのが違うと思います。でやっぱきついけど、あと1回あと2回っていう、これが自分との約束を守る、自分自身を信じる力になる、だからそれが自信になって現れてくると思います。だから筋トレはメンタル強くするのにいいっていうのは本当に本当だと思います。今日はお家で使ってるエクイプメントの紹介の第3弾です。これはやらなくても分かると思うのでやらないですが、まずこれ、ミニバンド、ブーリーバンド、レジスタンスバンド、これを買うまではこの前紹介した100均のこのゴムのバンド使ってたんですけど、これだったら運動してる途中にくるくる丸まってうまくできなくなるから、このゴムじゃなくてこういう生地のやつを探してて、いろいろ Amazon で見て色が可愛いからこれにしました。柔らかいの、ミディアム、ハード、3種類強度が選べます。今日はこれを使ったお家でできるお尻エクササイズを何個か紹介します。エクササイズを説明したり教えたりするまでは私はできないので、どんなのをやってるかっていうのだけでも紹介したいと思います。サイズが終わったらストレッチを忘れてはいけません。特にお尻をやった日はこれを使って筋肉の緊張をほぐします。これはあんまり長くやりすぎも良くないので、ほどほどに、こんな感じでエクササイズ前と最後はストレッチも忘れずにします。全然話違うんですけど、この毎日飲んでるオメガ3のカプセルを
もともとなんかこんなのに入ってた入れ物からこれに移すときにカプセルが何個か割れてしまって、中からこの油が出てきたんですよ。そしたらその手についた油がもったいないなと思って、髪につけたら2日間匂いが取れませんでした。2回シャンプーしても匂いが取れない。頭からサバの匂いがする。やる人はいないと思うけど、魚嫌いな人はしないように気をつけてください。めっちゃ臭かったです。ジム11回目終わってきました。今日は腕、肩、背中、アッパーバディでした。最近 YouTube のビキニプレップっていうのばっかり見てて、大会に向けて頑張ってる人たちの YouTube ばっかりをなぜか見ていて、やっぱ頑張ってる人見るのが好きなので、それが今の私のモチベーションになっていたり、私が出るわけでもないのに、なんか頑張ってる人たち見て、なんか自分も頑張ろうっていうモチベーションになってて、その気持ちで今日も頑張れました。今日もなんかマジきつかった。今ぼーっとしてるけど、きつかったけど楽しい。やっぱりきついければきついほど面白いんですよね。ジムのこの3ヶ月プランはあと2回で終わりなので、最近はもう毎日毎日どうしようかな、そのまま続けようかなってずーっと毎日考えてるんですけど、やっぱ楽しいんですよね。エクササイズしてる時は超楽しくって、でもチョコレート食べれない、好きなものが食べれないってなった時はやっぱやめようかなってなったり、毎日毎日こう気持ちが揺らぎ放題で考えすぎて疲れちゃってるところもあるんですけど、今のとここう毎日の生きがいというか毎日の楽しみになってるっていうところは確実なので、あのトレーナーもいい感じになってきてるねって言ってくれているので、調子乗って続けたいなやっぱりと思ったり悩んでます。今声は疲れてるけど、あの中身はとても楽しいです。もうワクワクイエーイっていう感じなんですけど、表に出てる自分とあの中身の自分が全然釣り合ってないんですけど、とってもとっても楽しいです。あと最近あの考えがたどり着いたのは、ダイエットとか痩せたい痩せるっていう言葉は違うなって思います。痩せたいんじゃない、ダイエットするんじゃなくて健康になる、健康な体になるっていう言い方が正しい表現の仕方だと本当に思います。で、この健康な生活を送る、健康な生活が自分の体と健康なマインドを作るので、全部が派生していって、それぞれが影響していってつながってるので、全部それで健康な状態、体も心もマインドも健康な状態が保てるので、ただ痩せたいって言っとけばいい、ただサラダ食べとけばいい、とりあえず細くなりたいとか、ただダイエットしたい、ただ痩せたいじゃなくって、健康になりたい、健康になるっていうのが正しい表現かなって今週強く感じました。自分の口に入れるもの、目からもらう刺激、耳からもらう刺激、全てがあなたを作っています。だから自分に何を取り入れるか自分の選択次第です。だから賢くなる、意識的になるっていうのがもう毎日毎日の積み重ねで理想の自分、なりたい自分、輝く自分に連れて行ってくれる道を自分で作ることができます。今日はこのままこれで締めようと思います。では見ていただきありがとうございました。バイバイ。